レオナルド・ナシメント・ジア・ラウジョ。レオナルド・ナシメント・ジア・ラウジョ。リアナード・ナシメント・デ・アー・ウーホ。1969年9月5日帯は、ブラジル出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF 及び DF、相性はレオ。17歳で、プロ契約を結び、フラメンゴ、カシマ・アントラーズ、AC ・ミランなどでプレー。 ブラジル代表の一員として、1994年、1998年と2度のワールドカップに出場し、優勝と準優勝を一度ずつ経験した。2011年までインテルミラノの監督を務めた。15歳でフラメンゴのユースに入団し、17歳でトップチームでデビューを果たした。当時のフラメンゴには、ジーコ、レアンドロ、ベベット、 エナトガウショなどの名選手が在籍しており、デビューイヤーのブラジル全国選手権で優勝した。1990年、サンパウロ FC に移籍すると、彼やライー、その他の若きタレントたちは、テレサンタナ監督からエスカドラをトライカラーと呼ばれ、自身2度目の全国選手権制覇を果たした。1991年には、スペインのバレンシア CF に移籍したが、 二年後の1993年にサンパウロ FC に復帰した。同年のコパリベルタドーレスで優勝し、インターコンチネンタルカップではトニーニョセレーゾのゴールをアシストして、クラブ世界一に貢献した。1990年にはブラジル代表デビューを果たした。1994フィーファワールドカップメンバーには、左サイドバックとして選出された。初戦は好プレーを見せたが、 決勝トーナメント1回戦のアメリカ戦で、相手 MF タブラモスと競り合った、サイの動きが、相手ガムへの肘打ちと判定され、退場及び4試合の出場停止処分を受けた。ラモスは頬骨を骨折し、3ヶ月半もの間入院した。この大会では、マウロタソッティが、ルイス・エンリケの鼻の骨を折って8試合の出場停止処分を受けたが、レオナルドの4試合の出場停止処分は、 それについで、ワールドカップの歴史の中で2番目に長い処分であった。1994年、ジーコからの誘いを受けて、J リーグの鹿島アントラーズに移籍。3年間で、リーグ戦、通算49試合出場30得点という、成績を残した。また、1995年の J リーグニコスシリーズ第19節、横浜 F 戦で決めた、5回のリフティングでディフェンダーを、 振り切った末のシュートは語り草となっており、2013年の J リーグ20周年企画 J クロニクルベストでは過去20年のベストゴール第1位に選出された。1996年にはフランスの名門パリ・サンジェルマン FC から移籍のオファーが来たため、鹿島を離れがたい心境からジーコに相談したところ、ジーコはレオナルドの将来を考え移籍を進めた。 1999年10月、ロベルト・バッチョと共に、国立霞が丘競技場で開催されたジョムカップのゲストレイヤーとして来日。外国籍選手選抜チームである、ワールドドリームスの一員として参加し、久しぶりに日本のファンの前でプレーした。1996年夏、パリ・サンジェルマン、FC に移籍し、UEFA カップ・ウィーナーズカップ準決勝のリバプール。 FC 戦ではチームを勝利に導くゴールを決めた。ここでは左サイドバックではなく左サイドハーフやプレーメーカーなど中盤のポジションでプレーすることが多かった。1997年ブラジル代表の背番号10を与えられ同年のコパアメリカでは中心選手として優勝に貢献した。1997年夏。 イタリアの AC ミラーに移籍金850万ユーロで移籍した。卓越したプレーを見せ、1998から99シーズンは股関節炎のためフル出場は少ないものの27試合12得点を記録してリーグ制覇に貢献した。4シーズンで177試合に出場して22得点を決め、ブラジル帰国を決めた2001年、ミラノでのホーム最終戦では、 選手全員に、ありがとう、レオの T シャツを着て送り出された。去り際に移籍しても次はイタリアでは、絶対に、プレイしない。マルディーニやバレージュがいなかったとしても、ミラン相手に戦えないという言葉を残した。1998年のフランスワールドカップでは7試合すべてに、出場したが、決勝で、地元、フランスに0の3の敗戦を喫した。グループリーグのモロッコ戦では、 彼のシュートがネットを揺らしたが、オフサイドの判定によりゴールは認められなかった。日韓ワールドカップ予選を最後に、ブラジル代表を退き、通算60試合出場を8得点という記録を残した。AC ミラン対談後は、母国のサンパウロ FC やフラメンゴでプレーし、一度は現役を引退するものの、シルビオベルルスコーニ会長、アドリアーノガン、リアーニ副会長からの強い、 要望により、2002年10月から短期間だけ AC ミランでプレーして、現役生活を終えた。現役引退後は副会長補佐として AC ミランに席を残し、2003年にクラブの出資により設立された、事前財団ファンダツヨーネミランのゼネラルセクレタリーを務めた。スカウトやエージェントとしても働き、カカやアレシャンドレッパとの獲得に貢献した。2005年頃、 右腕に日本語で、すべてに感動というタトゥーを入れ、これで本当に日本と繋がっている気がすると語っている。2006年のドイツワールドカップ時には、マルセル・デ・サイーと共に、イギリスの BBC テレビの解説を務めた。2007年6月1日には、ウェンブリー・スタジアムの小倉落としとなる、イングランド対ブラジル戦で、アラン・ハンセンやアラン・シアラーと共に解説を務めた。 2008年初頭、AC ミランのテクニカルディレクターに就任した。同年後半には12年間住んでいるイタリアの市民権を取得した。2009年6月1日、レオナルドは、チェルシー FC に移ったカルロ・アンチェロッティの後任として、AC ミランの監督に就任。2009から10シーズン序盤は、ライバルのインテル・ミラノに0の4で大敗し、解任も噂された。 第8節の AAS、ローマ戦を迎えた時点で10位と低迷していたが、独特の4から2から1から3システム、4から2ファンタスティック、4から2ファンタジアとも表現されるを採用して徐々に成績を上げ、UEFA チャンピオンズリーグでは、サンティアゴベルナベウの地で、初めてレアルマドリードを破り、リーグ戦では、アウェイのユベントス戦に3から0で解消した。 UEFA チャンピオンズリーグは決勝トーナメント1回戦でマンチェスターユナイテッド FC に2試合合計2から7で大敗を喫し,しベスト16に終わったリーグ戦は前半戦を終えた時点で首位インテルから6ポイント差につけ後半戦も UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内の4位以内を維持していたが2010年5月14日にシーズン限りでの監督退任発表された 2010年12月、シーズン途中で解任されたラファエル・ベニテスの後任として、インテル・ミラノの監督に就任、同シーズン最終戦となる、コパイタリア決勝戦にて3-1でパレルモを破り、監督として初タイトルを手にした。2011年1月、AC ・チェゼーナから長友優都を獲得。2011年東北地方太平洋沖地震に、再死。 次のような激励のメッセージを発した。2011年、シーズン終了後、インテルミラノの監督を退任し、パリ・サンジェルマンのスポーツディレクターに就任。翌2012年に AC ミランでの専任監督であったカルロ・アンチェロッティを称して監督に据えた。同年の夏には豊富な資金を背景に、ズラカン・イブラヒモビッチ、チアゴ・シウバなどの大型補強を行う。 2013年、4年来の交際がありすでに息子を、儲けていた恋人に、TV 番組中にて公開プロポーズを行った。5月5日のバランシェンヌ FC 戦で、チアゴシウバに対する、レッドカードの判定に不満を持ち、試合終了後審判にショルダーチャージを行ったとして、9ヶ月の職務停止処分を受けた。7月10日、8月末でのディレクター退任を発表。 2017年9月28日、トルコのアンタルヤスポルの監督に就任した。しかし12月7日、契約を解除した。2018年7月25日、フルス・ AC ミランのスポーツディレクターに就任。ユベントス FC との取引で、ゴンサロイグアインの獲得及びレオナルド・ボレッチとマッティア・カルダラの交換トレードをなさせた。冬の遺跡市場でも、 ルーカス・パケタ役シシトフ・ピョンテクラの獲得したが、ミランはリーグ戦5位に終わり、チャンピオンズリーグの出場権を逃した。その責任を取り、2019年5月28日にスポーツディレクターを辞任した。2019年6月14日、パリ・サンジェルマンのスポーツディレクターに就任した。125-471、649-3010?